ベストセラーズチャンネル、今回は難波智子さんにお話を伺っています。パーソナリティは須藤浩二です。はい、皆さんこんにちは、須藤浩二です。今日お招きするゲストの方ご紹介しましょう。無格好経営、日本経済新聞出版社から出版されております、著者の難波智子さんにお話をお伺いします。難波さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。難波さんといえばですね、この DNA のファウンダーということで、もう多くの方が、ほとんどの日本人の方がねご存知かと思いますが、初めての著書ということで、今回無格好経営この本を出版されたのですけれども、これ全部自分で一字一句書いていたと、はいはい、書かれていらっしゃいますが、結構大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、大変でした。結構短いエッセイとかは書いたことがあるんですけど、はい、長い文章を書いたことが初めてなので、うん、でも結構書けるんじゃないかなと思ってたんですけど、うんうん、死ぬかと思いました。最後死ぬかと思いました、はい、この本の中にもね、この長い文章を書くのがこんなに大変だとは知らなかったと、はい、もう文筆家はすごいと。そうですね、また尊敬する人が増えましたというふうにね、書いてありますが、難波さん何ヶ月ぐらいでこれ一冊書き終えました？1月4日から書き始めて、はい、3月末までですね。それ早いですね。そうすると3ヶ月かかってないという。そうですね、丸々3ヶ月でも仕事の現場に復帰をするのが4月1日の予定でいましたので、うん、もう3ヶ月しかないということで、うん、書き殴ったっていう感じです。なるほど。これページ数で言えばもう250ページを超えてる相当なボリュームなんですけれども、うん、なんか書き溜めてあったんですか？ブログに書いたことは一部、うん、入ってたりしますけど、うん、書き溜めてたものは特にこの本のためってことではなくて、はい、ゼロから書きました。あ、そうですか。いや、素晴らしいですね。でそのゼロから書いたというこの本の、一番最初の前書きのところに出てくるこの本のコンセプトと言ってもいいかもしれませんが、うん、失敗のフルコースという言葉がね。そうですね。あえてこの失敗したこと、苦労したことを中心に書いていたというふうに思います。これなんかちょっと決断がいったんじゃないですか？恥ずかしい部分を、ね、出さなきゃいけないと。そうですね、小出しにするのはそんなに恥ずかしくないんですけれども、うん、全部並べてみたらやっぱり相当恥ずかしかったですね。なるほど。とんでもない経営者だなって思います。でこの本の中はですね、いろいろと聞いていきたいと思うんですけれども、やはりこの恥ずかしい失敗の経験こそがこそこの詳細に綴っていきたいということなんですけども、いろんな失敗書いてありますが、一番勉強になったと、この失敗があったからこそその後の DNA があるというのは、改めて振り返られるとどれになりますでしょうか？やっぱり最初に、うん、インターネットオークションで、うん、立ち上げて、うん、それで一番になると宣言して、うん、全然うまくいかなかったんですよね。でそれが一番であるヤフーオークションを追いかけるのに、うん、全てのことをやりきるんですけれども、うん、やっぱり学んだことはすごい、とにかく全ての戦略を高い次元で実行するという、うん、そういうその組織的な体力ができたんだけれども、うん、社長が掘りどころを間違えるとそれでもどこにも行かないっていうことが分かり、いかにその強く実行力に富む組織ができていても、うん、やっぱりリーダーの責任って大きいなっていうのが非常にその一つ大きなラーニングだったんですよね。本ではそこをそんなに強調はしてなくないんですけれども、そうですね、まあ、むしろその、まあ、苦労がどちらかというとコミカルに書かれてるんですが、うん、実際は非常にそのトップとしての責任は大きかったと思うんですよね。象徴的なのが、まあ、そのトップの責任っていう意味でも象徴的なのは、例のプログラムのソースコードが一つも書かれてなかったという。そうなんですよね。そんなことがあるのかと、今でも社内で話すと信じられないっていう声が上がりますけれども、まあ、それだけ実行力という意味でも最初ボロボロだったんですよ、うん、はい、これ本、今この話を聞かれた方のためにちょっと簡単にねお話をしますと、このオークションのサイトを作るため このプログラムを当然作らなきゃいけないわけですね、まあ、書くということになりますけど、そのための仕様書っていって、こういったものを作りますよという、まあ、設計図みたいなものですよね。これをちゃんと作ってたんですよね。そして、九州の その制作会社というかね、プログラムを組むところにちゃんと送ってたと。
でいよいよこれオープンするときになって初めて一行も書かれてないと、そのプログラムが、そうですね、使用書というこれに基づいて書いてくださいよというものをちゃんと担当者の方に渡してて、一応順調ですよっていう回答をいただいてたんですよ ね、 そうですね、設計図だけ書いて、例えばこの家 の、 その建築に、あの例えれば設計図はもう完璧にできて、並行して家はできてますと言って、でさあ今日から掃除でもしようということで行ったら家がなかったのでそういうそれぐらいとんでもないあの大失敗なんですけど、でその時にこの一度も実はその現場を現物書かれてると見てなかったと、行こうとしたけどなんか行かなくて、いや来ない方が結構いいよっていうことで、そうなんですね、あのまあ、あのちょっといろいろと詳細差し障りがあるんですけど、あの一回現場見に行かなきゃとは思ってたんですけれども、思ってたわけですね、ちょっと遠隔地だったんですよね、九州だったんですよね、それであのそこに、まあ、行こうとしたんですけど、あの、まあ、来られると逆にあの、まあ、パンチ一丁で仕事してるからあの、まあ、ちょっと迷惑だっていうようなこと、ちょっと作業が遅れるっていうようなこと言われて、他にすることが山ほどあったので、あのまあ、来ないでくれって言われたらなんとなくこうよかったみたいな感じになってしまって、そうなんですよね、実際作業行われてなかったんですよね、私に行かれるとまあ不都合だったんですよね、あのその私が一番すごいなと思ったのは実はその後なんですよね、その後もう本当にその窮地を挽回するために本当に必死でいろんな動きを始めて、同時にいろんな人が協力をねしてくれると思うんですが、そこですごく優秀な方が集まり始めますよね。そうですね、はい、これ私これが事実上の創業、もしくは第二の創業と言ってもいいくらいの、もう本当に天才を3人集めろってね、そうすれば1ヶ月できると、ご主人の言葉がねその時もあったということですけども、その時なんか新たな手応えを、すごい大失敗だったんですけども、実はそれが大きな方向を今の DNA に至る、そこをきっかけになったんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、まあ、後から振り返れば、そういう面もあるかもしれないですね、まあ、でもその渦中にいた時は、あのそんなふうに冷静に評価することはできなかったですけど、ただなぜかその大失敗してても人がどんどん集まり続ける組織で、私もそれが一番大事な仕事だと思ってやってましたので、そこは良かったですよね。唯一失敗をしなかったのが、まあ、その人材の質に妥協しなかったっていうところだと思うんですよね。これ人材採用の話も本の中に書かれてますけども、今お話があったようにその質に妥協しない、これも創業の時から、最初からですね、はい、最初からとなるともう創業メンバー声かける段階から、そうですね、はい、私が一番マッキンゼーで仕事をしていて、すごいなと思った2人を誘ってますので、あのそうするとこの質に妥協しないと、いわゆる仕事ができる人なり、能力を持っている人、これ一番大変なところだと思うんですね、物を売るとかですね、あの物を作るっていうものよりもこの相手の気持ちを動かさなきゃいけないですし、その人の人生を左右してしまうかもしれないと、それに一番力をかけてきたと、もう会社説明も年間何回もね、何十回も、そうですね、はい、まあ、それはやっぱりトップがやらなきゃいけない仕事で、結構ベンチャーはどこでもやってるかもしれないですね、私は結構会社が大きくなってもずっとそこはもう一番重要だと叫び続けて、あの自分でもずっとやってますので、あの、まあ、そこについてそのどの社長も認識はしてるんだけど、高いレベルでずっと続けてる会社ではあるんですよね、私はその、DNA という会社の強みっていうのはその人材の質と、そしてまあ教育というか任せる雰囲気、それで結構すごいいい好循環がもう組織の中で文化として根付いてるんじゃないかなっていうのをこの本を読んでですね理解できたんですけれども、それはやはり創業の頃からそこには注意を払っていたということでしょうかね。そうですね、最初やっぱり人の質にはすごいこだわってたんですけど、任せるっていうのは最初はそれほどやらないで、意外とこう全部自分が自分がっていうところは最初はあったんですよね、でそれはもう前職で結構その自分ができないことってあんまなかったので、とか会社立ち上げると自分ができないことが多すぎて、それであの
自分だけの能力にこう限定されてるとすごい会社はちっちゃくなっちゃうんですよね、うんうんうん、あと本当に手も足も出ないような例えばプログラミングもそうでしたし、うんうん、それからサイトのデザインであるとか、うんうん、あの自分でどうしても能力的にもできないことっていうのがあって、うん、で勉強してる暇もないわけですよね、うん、ですから周りに任せなきゃっていうのは必要に迫られて学んでいったって感じなんですよね、うんうん、はい、先ほど の最大のピンチの時に唯一この外さなかったところちゃんと残った部分っていうのがそのやっぱり人の部分優秀な人が常に集まってきてもらえる形そこだけは変わらなかったということですけども、はい、注意しているところでいうとその優秀な人をどうやってこう来てもらうというか魅力的なチームにしていくか、おそらくここが一番南波さんが常に気を使ったところだと思います。そうですね、最初やっぱり、うん、いろいろやってみたんですけど、うん、一番が助けてくれっていうことなんですよね、うん、こちら側が、なんかこう、うん、この会社こんなに DNA ってこんなにすごいとこだよって、うん、ずっと言い続けたり、うん、DNA のセールスポイントだけずっと言ってもあんまり人の心って動かないんですけど、うん、むしろ力が必要ですと助けてくださいっていうことを言った方が、うん、特に実力のある人間はそれで動くんですね、うん、だからあんまりもともとすごく大事な意思決定なので、うん、こう装飾してよくは言わないようにとはしてたんですね。必ずリスクも言うと、この会社はこんなに危なっかしいところもあるし、できないところもできてないところもあるしっていうことは、それは心がけてたんですけど、そのだんだんこうもっともっととにかく助けてっていうのを前面に出した方がまあいいっていうのを学びましたね、はい、そう、特にその先ほどのプログラムの時にはもう本当にそれこそもう助けてっていうことを前面に出さなければいけない局面だったと。そうなんですよね、すごいショックでこうパソコンの電源すらも手が震えて、そうですね、もうなんかいろいろプログラム立ち上げたりするのもなんか頭が真っ白になってできないぐらいパニックしてしまってて、はい、でなんか顧問弁護士が駆けつけてくれてパソコン起動してくれたりしてそれほどショックな出来事だったわけですね。そうですね、パニックでしたね、大パニック、はい、まあ、それでもその時はもう本当に助けてくれという状況ですから助けてくれだけれども、それ以外の場面でもその助けてくれ、あるいは必要なんだと。そうですね、必要だってことですね、だから会社がこう順調で特にそのおかしくなってない、まあ、時であっても、こう目線が高いっていうか目指す夢が大きいと、やっぱり助けとか力が必要なんですよね、うん、でそこをむしろ前面に出して、うん、行く方がいいチームになるし、うん、すごい優秀な人の心もそっちの方が動くんですよね、うん、やっぱりとっても素敵な船があるから、うん、その乗り移ってくれっていうよりも、うん、いい船一緒に作ろうよって、うん、そのためにはあなたの力が必要なんだっていう方が、うんうん、ワクワクするんじゃないかと思うんです。またそういうワクワクする人を求めてるんですよね。いや本の中でも DNA っていうのは実は出戻りが多いという。そうなんです、ね、はい、一回退職してやっぱり戻ってくる。そうですね、はい、結構やっぱり DNA ってとっても多くの人の青春になってるみたいで、こういう言葉を使うとすごい恥ずかしいんですけどで外にでそれでもやっぱり別の経験もしようかなっていうことで外に出てみたりするんだけど、どうしても忘れられないし、ここに戻ってくるっていう人が多いんですね、うん、でそれは私は結構普通に歓迎するっていうか、うん、戻ってもらってまたやろうよっていうこと多いですけど、はい、私はそこに一番の強みが DNA の強みがそこにあるんじゃないかなっていうのを本を読んで思ったんですけども、そこっていうのは結局人が、まあ、居心地がいい、あるいはやりがいが発揮できる、そして力がある人ほど自分の思い通りの実力を発揮できるフィールドを用意してくれているという、私はそれができているからこそ本当にどん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 急成長、でもその急成長にもちゃんと耐えるような組織もしっかり作っていって、人は成長するみたいですね、なんかこうヒリヒリするような仕事の経験をさせられるってよく言いますけど、みんな、まあ、それぐらいの仕事を知ってると思いますよね、あと会社も成長してますから、はい、どんどん責任が大きくなるし、大きい試合ができるんですよね。なるほど、それもいいんじゃないかと思いますけど、もう一つ私がその営業面
マーケティング的な部分でこの本の中からすごく勉強になったことと同時にもう本当にびっくりしたことなんですけども、オークションのそのピッターズの広告をですね、ピッターズ会員を増やさなきゃいけないという時にどこに広告を出そうかと、まあ、当然いろいろ出しますよね。オークションをやろうと思っている人が確実に見ているところにピッターズの広告を出せばいいという発想、いやまあそりゃそうです、そりゃそうですよ、じゃあそれはどこですかという時に、ヤフーオークションヤフーオークションなんですよ。しかもね、ヤフーオークションのユーザー引っ張ってきたかったんで、うん、一番ターゲットユーザーが漏れなく集まってるのはヤフーオークションなんですよね、うん、でもライバルのピッターズなわけですよね。そうそうそう、ヤフーオークション、ね、最初から普通ですよね、うん、もう最初からそれはもうあの対象外、うん、そんなもん出してくれるわけないし、出してもらったとしてもそのあまりにも露骨すぎるしとか、いろんな話があったはずなんですけど、結果的に出しちゃう、出しちゃう、出ちゃうんですよね。まず発想として非常識っていうのうちはすごく、うん、あの尊ぶんですけれども、うん、まあ普通出せないじゃないですか。出せないです、まずどう考えても出せないですよね。だけどあの出したいな、出せるかもっていうか、本当に出せないのかなっていうことですよね。で、はい、あのもうすごい粘り強く全力交渉ですね。つまりその最大のライバルである業界トップのその画面に、ヤフーオークションの画面に、まあ当時は本当に最大のライバルのビッターズの広告を、ヤフーオークションもいいけどうちに来なよみたいな、ヤフオクを開けたらもうオークションならビッターズって全てのページのトップページに出ましたね。全てのページのトップにヤフーオークションですよね。もうヤフーさんの英断ですね、これは。ヤフーは偉いですよ。そうですよね。懐が深いというか、いもう、はい、それだけ相手にされてなかったってことなんですけど、それならそれで。いやでもこれはですね、まずそもそもそういうふうなことをもしかしたらいけるんじゃないのっていう、その 1% もしかしたら 0.1% ぐらいしか望みがないのに、それをちゃんと検討材料に残しているという社風だり会社の判断、私はそこが一番大事なんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、まあ、基本的にノーリスク入れたんじゃないですか、うん、そうですね、基本的に断られて当たり前なんで、うん、とりあえず全力交渉して、うん、あの万が一うまくいったらすごいですよね、うん、そう、万が一うまくいくわけですよね、まあ、出すとこまではね、そこからユーザーが来たかどうかっていうところはちょっとね、なるほど。しかしこれ、このプロセスもそうですけど、実はヤフーの社内事情をしっかりとヒアリングするというか、そうですね、はい、うん、これがまた素晴らしいところですよね。そうですね、やっぱり情報戦です、うん、調査、はい、目標に達しなくて、うん、未達で苦しんでたんですよね、うん、そこの営業のトップが。そうですね、だいたいどれくらいの金額かっていうこともいろいろ聞いていくと、だいたい分かっていくんです、いろんな人に聞いていくと、でだいたいその金額に、まあ、相当する金額を、うん、あの広告出させてくれって粘ってるうちに、はい、出させてくれました。そうすると向こうとしてはそれ一本の受注で目標達成するわけですよね。そうですね、うん、これ数字を抱えている人間にとってはもう渡りに船というか。そうなんですね、その数字を抱えている営業のトップが執行役員でしたからね、うん、結構トップに近かったんですよね、うん、いやだからこう、私もここにその DNA という会社なり難波さん の、 その経営者としての判断する前提、うんうん、まず常識を疑うのはもちろんですけども、可能性を否定しない。そうですね、うん、象徴的だなと私は思いましたね。そうですね、まあ、労力だけですから、うん、本当にほとんどリスクなくてリターンが大きいことですからね、うん、むしろやらないことの方が説明必要ですよね。なるほどなるほど、まあ、やらない理由となると同業としたからそれはやってくれるわけがないわけないじゃないかという、労力が無駄だと、うん、大した労力じゃないじゃないですか、うん、なるほど。あの、まあ、そういうふうなことでこのだんだん DNA という会社成長していくんですけれども、途中でこの本の中では運が良かったという表現でまとめられてますけども、時代の流れ、波をつかむのが非常にタイムリー的確だったというふうなことだと思うんですね、モバイルの方、そうですね、特に、はい、うん、まあ、的確というか、まあ、あのこれはね、運というよりは、うん、実はその企画は前々からあったんだけど、うん、あのタイミングを見て勝負に出たので、うんうん、このタイミングの判断は良かったです、ね、なるほど。タイミングというのはそのモバイルシフトのタイミング、そうですね、はい、その1年半か2年弱前からモバイルのオークションで勝負しようってしたいなっていう気持ちはあったんですけど、やっぱりあのパケット、まあ、要するに何ですか、フラット制、そうですね、パケット定額ですね、定額制が、はい、あの普及してなかったし、まあ、最初の方はなかったんですよね、制度としては。
ですから、そうするとユーザーさんにとってはそのパケット代が大きな負担になるので、うん、まあ、無理だねって踏み込めないでいたんですね、うん、ところがそのパケット定額っていうその料金システムがこの携帯電話の業界で増えてきて、はい、これチャンスだというふうに。そうですね、はい、うん、そこでじゃあモバイルの方にシフトするという、ここにはあまり迷いはなかったですか。そうですね、うん、他にも、うん、もう一つ事業やってたんですけど、はい、ですからシフトっていうのは後から見た時の言葉なんだけど、うん、まあ、どこかでナンバーワンになりたいっていう勝負を、うん、あの一つそこにかけたんですね。なるほど。でそこからもうそのモバイルにシフトしたことをきっかけによって次の展開がどん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 増えていくわけですけども、ユーザーを抱えてますからね。そうですね、うん、それでもう皆さんご存知のモバゲーの方がスタートしていくと思うんですけども、はい、ここの切り替えのタイミングっていうのもまた絶望だったんじゃないかなと思うんですが、その判断はどうだったんですか当時。モバイル、うん、まあ、モバオクっていうモバイルのオークションへのシフトは結構きっちり私の方で判断してるんですけど、はい、あのモバゲーに関してはこれ完全に私から見てる運で、森安という今の社長ですよね、とそのチーム あの実力なんですよね。彼らがまあ勝手にと言ったら私に一言ぐらい言って、それであの自主的にどんどん検討を進めていて、それであの作ったサービスなんですよ、はい、しかもそのサービスの責任者なり開発の中心人物が若いですよね。そうですね、みんな20代 ですよ、ね、なんか入社2年目とか入社4年目とかを超えたって。そうですね、はいはいはい、30代もいたかもしれないけど、はい、結構若いです、ね、若いですね、はい、もう年がいっててもまあ30代みたいな。そう30代だとしても30とか31とか、はい、でそういう若い人たちがやはりあの新しいサービスをこう、まあ、見つけてというか感じるんでしょうかね。まあ年齢はね、あの年取ってでもできると思いますよ。はい、私も今でも勝負したいと思ってあの、挑戦してますけど、うん、あの年齢がいったからって新しいアイデアが出ないわけじゃないんですよ、うん、それから自分の年代にとってのサービスはやっぱりその年代が一番よく考えられるんで、うん、あの私なんかだと、まあ、今50になりましたから、うん、その50代とかの50前後 あのユーザー層ってすごい人口いますから、うん、そこに向けたサービスとかはやっぱり若手に負けないと思いますし、うん、そういう意味ではあのそれなりにその年代その年代で考えられるんですよね、うん、ただやっぱり組織の中で、うん、あのやっぱり普通の会社だとある程度上の方にいないとそこまで自由にやらせてもらえないっていうのが、うん、DNA だともう好きにやっていいよっていう、うん、まあ、ステージを用意するっていうのが、うん、まあ、DNA の DNA だと思ってるので、うん、そういうその組織の中での階層に全く関係なく、うん、あのなんていうんですか、そういう新規事業のチャンピオンになれるんですよね、うん、そこだと思いますね、うん、あの今その50代の人たちに対しても新たなサービスを当然考えられるよという話がありましたけども、今後の DNA なりこれからの難波さんはどういうふうな活動を考えられたりしますか。やっぱりあの今はあの世界でソーシャルゲームのプラットフォームとしてのナンバーワンを目指すという試合を一つやってるんですよね。でもう一つはそれに加えて、まあこれはずっと普段 あの活動なんですけど、新しいサービスっていうのを生み出し続けたいなと思ってまして、それはまあどんどんあの仕掛けていきたいなと思ってますね。でそれはもうゲームにあのまあ閉じることなくコミュニケーション系のサービスであったり、それからあの他のエンターテインメント系のサービスであったり、あともう全然違う、私なんかあの結構エデュケーションとかに関心あるんですけど、まあ教育ですね、そういうなんかいろんなそういうまあ分野限定されずにどんどん挑戦していくっていう新しいサービス作って、世界中をまあデライトっていう言葉を使うんですけど、いい意味で驚かしたいんですね。その時の難波さんの役割なりポジションはどういう立場でしょうか。サービスに関しては残念ながら私が神のように崇められていないので、一挑戦者としてアイデアを出してはみんなに否定されたり経営会議で玉砕したりしてて、一メンバーなんですか。それも完全に一プレイヤーですよね。そうなんですね。まだそのそうですね。であの私はこの組織の中でしかしファウンダーとしてやることはあのまあいくつかあるんですけど、やっぱり一つはあの今回本を書いたようにあの DNA の、あの DNA というかですね、うん、あのまあ、
DNA イズムというか DNA 魂というか、そういったものをファウンダーとしてやっぱり伝えていくっていうことが一つと、あとはまあ社長の森保と話し合って、外向けのことを私は結構分担して、財界政界とか、あるいは大きなアライアンスの提携ですよね、そういった案件やる。あともう一つはやっぱり採用なんですよね。採用はこれからも南波さんが中心的な役割を果たす可能性が。そう、特に新卒と中卒って分けてますけど、新卒については結構現場まで入って、やってますね。じゃあこれからまた新たな DNA の歴史というかスタートが始まるわけですね。そうですね、楽しみです。はい、分かりました。最後に私がですね、この本の中で本当にちょっと感動したところであり、私自身勉強になったなというところが、一番最後の謝辞のところにね、ご紹介がありますけれども、自分にとってその大切な人に、ちゃんとお礼なりお話をしたいなと思った時にできなくなることもあるんだよと、そういうことがね、書いてありますね。はい、でこの本に書いてることも含めてね、天国に届いてるかなと。創業の時にお世話になった方ですね。亡くなる前にね、こちらの自己満足なんだけれども、伝えておきたかったなっていうのが ありますし、特に迷惑をかけたりとか、あるいは本当にちゃんと、礼を尽くしたりすることができなかった、相手の場合は非常に、心残りというか、ありますね。一応南波さんご自身はその55歳を過ぎたらというふうにご自身では決められてた。そうですね、私としては55歳を過ぎてから、ちゃんと説明に行こうと、その頃にはお互い、少し落ち着いて話もできるんじゃないかと、ただ少し時間を置かなきゃと思ってた人はいるんですよね。それはいい意味で時間を置くということですよね。そうですね、そうですね、いや本当にこの本はもうおそらく南波さんでなければ書けないだろうということもいっぱいありますし、よくここまで正直にというか素の南波さんを出されたなというふうに私感じました。おそらく本当にこの、本の内容も南波さんの思いもね、ちゃんと小国さんの方にも伝わったんじゃないかなというふうに私はね、最後のこの写真のところを読んで、本当心からそういうふうに思いましたね。ありがとうございます。本当いい本でした。そしてぜひ皆さんですね、実はこの本ですね、面白いんですこれ全ての文章を南波さんが書かれたということなんですけども、いろんな、これをギャグって言っていいんでしょうかね、オチを考えながら書いてる部分 もうなんか私の人生がギャグみたいなんで、読み物としてもですね、本当に面白い本ですので、ぜひ皆さんお手に取ってですね、読んでいただければと思います。今日ご紹介した本は不格好経営、日本経済新聞出版社から出版されております。著者の南波智子さんにお話をお伺いしました。南波さん、ありがとうございました。ありがとうございました。